サラソータにて、1960年代、カール・ワレンダは、ドイツ生まれの軽ザ師である。彼は、国際的に、名高い綱当たり芸人であり、セーフティーネットなしに綱渡りなどの曲芸を行う、軽ザ師集団、ザ・フライング・ワレンドスの創立者でもあった。カール・ワレンダは、1905年に、ドイツのマクデイブルクで誕生した。彼が家族と共に、ショーに出演を始めたのは、 6歳の時であった。偉大なるワレンダ一家の名声は、綱の上での人間ピラミッドや、自転車での綱渡りの芸によって、ヨーロッパ中に知られていた。1928年には、彼らはアメリカ合衆国にわたって、リングリングブラザーズバーナムベイリーサーカスと共同で工業を行った。後には、フリーの立場となって出演した。 1947年には、前代未聞の7人で構成される三層の人間ピラミッドでの芸を開発した。1970年7月17日、65歳になったワレンダは、ジョージア州を流れるタルーラ川流域にあるタルーラ渓谷での綱渡り芸に挑戦した。およそ3万人の監修が見守る中、彼は4分の1マイルの山海を渡り切った。偉大なる。 ワレンダ一家の話は、1978年に、テレビ映画として放送され、ロイド・ブリッジスが、カールの役を演じている。彼の家族や仲間が、命に関わる事故を数回にわたって起こしたにも、関わらず、ワレンダは綱渡りを続けていた。73歳になった1978年に、ワレンダは、プエルトリコのサンファンでコンダド・プラザホテルの二棟の、 建物館に渡した高さ約37メートルの綱を渡る芸に挑戦した。しかし、風速13メートル以上の強風が吹き、風をやり過ごそうとして、バランスを失った、彼は墜落して死亡した。ワレンダ一家は綱沿いのガイドロープが誤って結ばれていたためで、強風に起因したものではないとみなした。この事故の一部始終は、 プエルトリコのテレビ局はパティ B が撮影していた。なお、ワレンダエッカ伝統のセーフティーネットなしの綱渡りは、ソ,ーソンロニックワレンダが継承しており、2011年6月4日に母でライラと共に曽祖父が死亡した、同じ場所で無事綱渡りを成功させた。ありがとうございます。